今回はこれ。先日から何点かご紹介している東京ガールズコレクションとダイソーのコラボ、そのうちの一商品として Bluetooth ヘッドセット、これが出てたんでダイソーさんへ探しに行きました。前にこのピンクだけ売ってるのを見かけたんですけど、ちょっとピンク僕が使うとキモいんで、あとはいえ他の2色も僕には合わないんですけど、とりあえずちょっと見に行きました。でもこれ実際見てみて買うのやめようと思ったんですよ。その理由は簡単で、前にご紹介した同じく100円ショップダイソーで販売された Bluetooth ヘッドセット、税別1000円、税込み1100円の激安の Bluetooth ヘッドホン、これと今回見に行った東京ガールズコレクションとのコラボ、そのヘッドホンが激似なんですよ。はい、これ値段も同じく1100円で、色味以外そっくりで、背面を見比べても、はい、これほんと全く同じですよね。株式会社は FSC さん、横の仕様表を見てみても、このあたりも全く同じ。このまま帰ろうかと思ったんですけど、まあ、とはいえ、リクエストもいただいていたし、せっかくなんで、これ、買ってきました。はい、これが、100円ショップダイソーと、東京ガールズコレクション、そのコラボ商品の、Bluetooth ヘッドセット。今回は、カラバリ3種類あったうちの、スモーキーミントを買ってきました。あと2種類は、コーラルピンク、スモーキーピンクと、アイリスブルー、ライトグレー。この3色が用意されてます。はい、それでは、中見ていきますけど、もうおそらく前回、同じヘッドホンやってるんで、詳しくは斜め上のタイトルをタップクリック、そちらからご覧になってください。なんでほんとざっとというか、外観どんな感じか、質感がどんなものか、ちょっとチェックしていきたいと思います。で、実は前回買ったブラックのヘッドホン、あれ結構すぐに知人の手に渡って、僕の手元には短い時間しかなかったんで、今回はこれ積極的に使ってみて、エイジング終わってからもどうだったのか、またお話しできればと思います。はい、で中身は残念ながら、マイクロビートタイプ A の短いケーブル。はい、そう。これ充電。やっぱり前のブラックと同じく、マイクロ USB です。このあたりタイプ C にして、1500円でも良かったんじゃないかと思います。はい、それぐらい。前の記憶が正しければ、このヘッドセット、結構お値段以上の、いい音鳴っていたと思います。はい、それでは行きますよ。せーの。イエーイ、来たー。はい、これが、東京ガールズコレクションと、ダイソーのコラボ、Bluetooth ヘッドセット、スモーキーミントです。やっぱりちょっと、表面の質感は、そんなには高くはないですけど、めちゃめちゃ安っぽいわけでもなくて、このスモーキーミント、この色はいいですよね。はい、それが手伝ってか、なかなかいい感じ。はい、こういうヘッドセットになります。たださっきからお話ししている通り、おそらくこれ、ブラックのものと同じではないかと思います。はい、電源入れますね。せーの、オン。あ、でもこれ、FSBT-HD02。前のブラックのものは、末尾が01だったんで、あ、若干変わってますね。はい、これで、ペアリング完了。コーデックはなんと AC。これも変わらず、なんでおそらく、全く同じものではないかと思うんで、ちょっと簡単に視聴してみます。あれ、ちょっと待って。マジっすか。これ、前にご紹介した、ブラックのヘッドセット、あれと全然印象違うんすけど、なんでかな。はい、これ、ステレオチェック問題なし、逆位相チェック問題なし、なんですけど、音の遅延、結構感じるんすよね。で、あとさらに、これ前の動画では、僕結構褒めていたんですけど、そう、これ、1100円なりには、音質も十分で、悪くないイメージっていう、そういうお話していたんですけど、今回聞いてみて、なんかめっちゃチープなんすよね。あ、これもしかしたら、結構個体差あるんすかね。はい、あくまで、1100円のヘッドセットなんで、あまり辛口になるのも酷なんですけど、今回聞いてみた印象、ほんと音の抜けや、粒揃いも良くなくて、全体的にベールがかった感じ、ちょっとわかりやすく言うと、こもった感じ、で、音も結構平坦なんで、あれ前回と、ほんと全然違う印象なんですよ。ペアリング時のネームも違ったんで、見た目はそっくりだけど、中身違ったりするんすかね。はい、こういったボタン類とか、LR の表記、このあたりも全く同じで、あ、でもやっぱり、
議的ナンバー同じなんで、中身同じですよね。はい、この、調整機構のサイズや、付けた感じ、僕の頭でギリギリっていう、そのあたりとか、このイヤーパッド、ここはふかふかしていて、頭の方も気持ちいい感じ、他は全く同じ、なんですけど、なぜか、音質の印象が全然違いました。これは、ちょっと僕は音楽聴くには厳しい。そういう風に感じました。まあ確かにこれが1100円。それはお安く感じますけど、実際この音、聴くに耐えるのかどうか。で、今回すごく遅延を感じたんで、動画見てる分にも違和感を覚えました。あれなんでこんなに印象違うのか。ちょっと不思議なんですけど、うわ、黒のやつ、置いといたらよかったと思いました。とりあえず今回、思ったままお話しして、こんな感じになったんで、よかったらご参考程度にご覧になってください。一応今回ご紹介した商品、説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。で、こういったイヤホンといえば、Amazon Music Unlimited 3ヶ月無料、そういうキャンペーン始まってます。説明欄にリンク貼っときますんで、そちらをポチッとして、この画面が出れば対象アカウント。この前試したけど、対象ではなかったっていう方、4月に入ったんで、対象になっている可能性もあります。よかったらぜひチェックしてみてください。ということで、今回買ったヘッドセット、あまりにもイメージが違いすぎて、改めてもう一度、自分の動画チェックしたぐらい。いやでもほんとそれぐらいイメージが違ったんで、個体差かなりあるんすかね。はい、とりあえず、冒頭でお話しした通り、しっかりエイジングして、その後どうなったか、またできたらお話ししてみたいと思います。ということで今回、東京ガールズコレクション×ダイソー、1100円の Bluetooth ヘッドセット、買ってみたけど、僕的にはいまいちな評価になりました。っていう動画でした。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。